で、またこの続きをやってみたいと思います。まあ目標は250秒ノーミスなんですが、うまくいくかどうか、でもだいぶ指は覚えていたので、まあとりあえずやってみたいと思います。ああ、またこう感じかな。という、これがなければということを。ああ、50秒切ったんですが、246秒ですね。ただ、ミスが出てしまったのです。これさえなければ手放しに喜んだんですけども。時間を見てみるとどうなってんのか。まだ4分ありますね。もう一度やってみたいと思います。
やっぱりすごくミスが出てきますね。あれ？ヘラクレ、おしら、お返し役により議論が分かれているが、トランティスは約年前に大西洋上にあった大陸であるという説が有力である。そして、水は豊富な資源や飼育業に恵まれた楽園だったと言われている。ああ、漢字しなければと思ったんですけど、言われている。もについては火山の噴火や地震に津波 による説、地球全体の異変 による説、アート様々な説がある。また、沈没後に生き延びた人たちが、エジプト文の基礎を築いたという説もあり、ジットと、のピラミッドの類似性に加え、やっぱり急ぐとミスしてしまうんですね。のピラミッドの類似性に加え、フロリダ沖の北大西洋の海域域でピラミッドが発見されたことで、アトランティス大陸についての、だいぶでも指が覚えてきたので早く出るようになったなという感じがしていますが、このように同時変換じゃなくて一つの打点で文字が出る言葉が続くと結構スピードが速くなるなと思いました。ああ、なんかまたここでミスしてしまいました。存在したているのだろう。まあ遅かったですね。ミスも多かったし、44文字という、もうそろそろ時間が来たんで一回ここでやめたいと思いますが。